兵庫県立明石公園。兵庫県立明石公園は、兵庫県明石市にある、兵庫県立の都市公園、広域公園である。国の史跡明石城跡を整備した、歴史公園である。園内には、櫓や堀、石垣といった城石とともに、各種スポーツ施設や公立図書館などの文化施設が、点在する。本丸と北側の桜堀周辺は、 都市緑化植物園区域とされ樹木が生い茂る。本丸の南は西芝生広場が桜堀の北西には広大な豪の池が広がる。二の丸の南には宮本武蔵作とされる日本庭園が整備され2003年に公開された。平山城である明石城本丸からは明石駅前に立ち並ぶビルの向こう側に淡路島が見え、東は 赤石海峡大橋等を眺めることができる。クスキや小玉木、ケヤキ、山ももと様々な木が園内全体に生えており、特に公園中央にある桜堀周辺は森のようになっている。ソメイヨシノは約2000本が植樹されていて、豪の池周辺に多く日本桜名所100選に選ばれており、春には花見客が大勢詰めかける。 現存する中堀には、コブハクチョウやカモ、アオサギやコイサギなどがおり、カワセミが見られることもある。冬には、ユリカモメの群れが押し寄せる。城の歴史については、赤市城の項目を参照のこと。2004年、平成16年9月30日、城跡が国の史跡に指定された。毎週土日は、羊猿ヤグラの一階内部を公開している。 小雨を含む雨天は公開中止となる。本丸の四隅には矢倉が建っていたが、北東の牛虎倉は1881年、明治14年に、北西の矢倉は1901年、明治34年に解体されており、現存しない。1950年完成。完成時には全日本蘭式テニス選手権大会が行われた。 1988年5月に完成。1972年に完成。当初は相撲場の予定だったが工事途中で中止され、現在の形になった。日本選手権をはじめとしたローンボールズの競技会会場にもなっている。第一野球場の南にバレーコートがあったが、現在は駐車場になっている。1966年4月開設。学生や 一般の宿泊研修、会議などに利用されている。2016年から耐震補強工事のため大赤市町の仮本館へ移転しており、仮本館での運営中は神戸市西区の倉庫を仮設書庫としている。また、同年までは明石市立図書館本館が隣接していたが2017年に明石市民図書館へ改称し、南方へ約700メートルの明石駅前にある、 複合商業施設、パピオス赤市4階へ移転している。赤市立図書館の旧本館は、2019年を、目処に、郷土資料の展示施設へ転用される予定。地線回遊式庭園。2003年11月2日から、一般公開。茶室は2004年3月27日に完成。かつて、 宮本武蔵作と伝えられる庭園や建物が現在の陸上競技場付近にあった。今回の庭園はそれより東に離れたところにある乙女池周辺を整備して作られている。場所の選定理由は大正時代の工事の際に庭園材料や樹木の移設先となったこと、地割りが類似している等が挙げられている。ボート乗り場がある。周辺は桜の名所になっている。 西入口及び図書館北側の2カ所に有料駐車場あり、兵庫県高等学校野外活動センター、朝霧寮に入る、手前の林の中に直径10メートル、高さ1.5メートルの朝霧寮古墳、円墳が現存する。頂上から土器片が採取されており、古墳時代後期のものと見られている。本丸跡、羊猿屋倉の近くには、ひ丸塚と呼ばれる。 丸い丘があり、塩墳とされてきた。しかし都市緑化植物園工事に先立って1978年1月から行われた埋蔵文化財発掘調査により埋蔵施設が出ない土の盛り方が乱雑等の理由で古墳ではないとの結論が出ている。図書館南側には反壊した石室を露出させている北車古墳があるとされてきたが、現在では ドルイの一部とみなされている。1955年5月、公園内に子供向けの施設として動物園を作るため市長は県への協力を仰いだ。とりあえず1956年6月から14匹の猿を公園内で飼育したが、徐々に見物人によるいたずらが相次ぐようになり、1958年10月には、見物人が金網に開けた穴から猿が脱走。 以後も脱走を繰り返し人が噛まれる被害が出たため、猿は姫路市立動物園に引き取られ、動物園構想は立ち消えになった。1957年2月には、山陽電気鉄道による公園内の動物園構想が明石市に出され、協力の要請があったが、実現しなかった。1977年1月、兵庫県は本丸跡に入園料を取る。 植物園を作る構想を出した。しかし市民や県文化財保護審議会による反対もあり、構想は大幅に縮小された。結果、本丸跡周辺8万2000メートルが都市緑化植物園区域とされ、花木園や搬入植物園として樹木が植えられたり、従来からある植物の保護育成が行われている。西側の稲荷区には薬草等がある。 有用植物園が作られ、開放されている。つよの池南端には、緑の相談所が作られている。馬場昌平が、野球選手として読売ジャイアンツと、太陽ホエールズに在籍していた時、キャンプ場が、赤市の第一野球場だった。この地で後に妻となる、馬場玄師と出会った。また、阪神、淡路大震災に対しては、義援金を募っており、これを記念して、 公園内に、馬場の身長と同じ209センチメートルの石碑が建てられている。1995年の阪神、淡路大震災で、赤石公園は被害を受け、羊猿矢倉、辰矢倉は土台部分の沈下により、傾斜、一部の壁が崩落するなどの被害が生じた。石垣は現存する2万メートルのうち3740メートルが崩壊、破損した。 この時点では、石垣は、史跡指定を受けておらず、修理は建設小事業による一般工事になるところだったが、協議の結果文化財として、伝統方式で修復されることになった。また、矢倉自体は柱や梁の状態が良好だったため、全解体せずに修復することになった。矢倉は、エー工法を用いた建物全体を持ち上げ、1ヶ月をかけて、後ろに移動。 土台を修復した後再び元に戻し、壁や瓦等の修復工事を行った。土台の補修はコンクリートを使わず、半築工法を用い土を突き固めている。修復工事の際には調査も行われ、両矢倉の土台の違いや、他の城に見られない石垣内部の特徴などが判明している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。